ヒカルさんのすごいところ教えてください。ヒカルさんのすごいところはですね、やっぱりね、やりきる力がすごいですね、やりきる力がすごくて、やっぱり YouTube に対しての,その熱量だったり、そのコミットする力っていうのもすごいんですけど、多分彼は YouTube じゃなくてもうまくいくと思いますね。やっぱ考えてますね、考えてます。 隔離王子どううやって過ごしたら気になるそう僕ね、光、まあ、さんとこの間ドバイに行って、えー、と与沢さんと対談したりとか、いわゆるこうドバイ編の動画をですね出したんですけどね、えー、と実はですね、まあえー、僕、隔離されてました、これはね、ドバイに行った人、みんな隔離されてたんですけど、えーえーとですね、そもそも、ね、プライベートジェットで行けば隔離されないっていう話だったんですよ、であのあの海外の,その情勢って今もそうだと思うんですけど、結構こう日々変わるんですよね。その最近だとオミクロン株みたいな のができて厳しくなったりとか日々変わるんでなんかすごい情報が行きあっち行ったりってこっち行ったりすごいふとよく分からなかったんですよで出発前まではみんなプライベートジェットで行ったら隔離されないんじゃないかっていう噂があったんでつ <laughs>、えー、まあ、噂っていうかそういう話だったんで行ったんですけど見事にですね帰国して、えー、と成田空港に着いた時にプライベートジェット関係なく隔離されてしまいました。 はい、まあでもこれはルールなんでルールないんですけど僕の気持ち的にはですね、まあ、隔離されるなんて知らなかったし、えー、と隔離されないだろうと思って行ったんでなんかいきなり成田空港に着いた瞬間3日間缶詰になってですね、本当アパホテルの、ね、横浜のアパホテルかな、缶詰になってですね、 も外出れないもう外出たらマジ怒られるんでも出てないんですけど怒られるような状況でずっとホテルの中に72時間いないといけないっていう措置をくらえまして、えー、しんどかったですねしんどかったですでもねやっぱ俺さすがだなと思ったのはさすがにね僕はその状況でマジかよって感じでちょっとなんだろうふてくされたわけじゃないけども元気なくなっちゃったんで、えー、ずっとねプレス5差し入れしてもらってずっとゲームしてたんですけどヒカルさんとかってそれをなんかもうチャンスに変えようみたいになってて動画出してたじゃないですかあの隔離生活まあ僕もまさにあれと同じような 隔離生活をしたんであ,のああいうような生活を3日間やったんですけどそういうふうに起点を変えたが動画に変え出そうっていうのはねもうすげえなって思ったんですよねうんだからやっぱ自分はそこまでモチベーション湧かないとかできなかったしそこはねなんか。 すごいですよねやっぱこういやいつ発信者の鏡だなと思ってですね、うんあのー、すごいなって思いましたとにかくでも隔離はつらかったしつら、はい、かったんですけど、えー、とウイニングポストとかゲームをひたすら、えー、ずっとやってたんで廃人みたいになってましたはい、えー ユーーーチュバで僕がはユーチューバーで一番モテ,そうモテるなと思ったのはやっぱヒカルさんとかじゃないですかね、うん、あの人はそのモテるモテないもそうなんですけどやっぱストイックですよストイック、うんまあ、僕も本当にいろんな会社経営者とか見てきましたけど誰よりもなんかねユーチューバーっていう枠組みの中でありながらストイックなのは僕はヒカルさんだなと思いました同世代で、うん、すごいなと思いました そこから僕も頑張らないといけないなぁと思って YouTube 伸びるようになったりしたんでかなりですね、えっとそこはすごい影響が僕にとっては大きかったなと思ってます。はい。え、田口翔被告に資金提供した光さんについてどう思いますかいやー、あのね、不正受給、不正、なんだっけ、あの、ごめんなさい、あの、お金がね、政府から国からお金が、しかかな、お金が振り込まれて間違って振り込まれてそれを使いました。 えー、無断で使っちゃいました間違ったからいいでしょみたいなね人がいたんですよそれ田口さんっていうねこないだ捕まった人なんですけどえその人とヒカルさんがまさかのコラボをしててヒカルさんが、えー、国から不正に得たお金を全部建て替えるんだっけ全部建て替えるみたいな全部払うみたいな、えー、対談をやってましたねいやそれ見てねあのやっぱすげえなと思ったねこれなんか YouTube にそこまでかける情熱はヒカルさんが一番だと思ういろんな人見てる中で、まあ、それをやることでやっぱ話題も取れるしやっぱんだろうこう、まあ、国のためにもなるって社会のためにもなるじゃないですか要は国が取られたお金を補填するわけなんで,でそれをもちろん数字の,のためにやってる部分もあると思うし社会を良くしようと思ってやってる部分とかいろんな思いが交差してると思うんだけど YouTube のコンテンツネタにする一つの材料としてそこを持ってくるのはすげえと思った できなくなくい普通はそんなことできないよねそこまでなんか書けれるからああいうふうにトップでいられるんだなと思って自分にはそういうことは多分できないと思うしそこまで書けようっていうそこ YouTube に書けようっていう情熱コミットメントがないですね美咲さんから見てひろゆきさんはどんな人ですかいいいところ悪いとこころろ悪 僕、ひろゆきさんの話は、ね、多分したことないんですけど、ひろゆきさんは、ねあのー、本当に、ね、僕はいい人だなって思います。で、なんでいい人かっていうと、僕、ひろゆきさんとお会いしたことっていうのは1回だけあるんですよ、むしろ1回しかないんですけど、えーとね、僕がいろいろ事件があった直後に、えー、ひろゆきさん、パリに住んでるんで、ちょっと YouTube やるんで、じゃあパリに行きますって言って、パリに行ったんですよ。 でそもそもあの時の僕っていうのは、えーとまあ、まだまだ逆風がすごかったですしこんなに応援してくれる人もいなかったんですよ。でイメージもなんか本当にお金持ち なのかわかんないし脱税したやつみたいになってで税金たくさん納めしたっていう事情とかも知らない人もいっぱいいたし、誤解がすごく多かったんですよね。でもそんな僕と一緒にあのタイミングで、まあ僕がフランスまで行ったっていうのもありますけど、ひろゆきさんコラボしてくれたんですよね。で、やっぱり今だったらいろんな人が逆に知ってほしいって言ってくれるようになりました。これマジみんなのおかげだと思いますし、僕も一生懸命頑張ったスタッフも頑張った。これみんなで作り上げた、本当僕あの勲章だと思ってます。だからいろんな人と対談で、いややらせてもらってますけど、ひろゆきさんとコラボした時って誰もね。 しててくれる人もあんんまいいいななななかかっったんじゃないかなってぐらいなんですよねそんな時にひろゆきさんもやっぱねいろいろな頭のいい人なんでじゃあ国税の,の裏,裏側とかじゃあ僕がどうしてこういう風になったかとかも理解してくれて、えーまあ、全て肯定的だったか分かんないですけど一緒にね出てくれたんですよ。 フランスのね、えー、あのフレンチ食べてね、はい、もうお礼に僕ごちそうさせてもらいましたけど、はい、あ,あのお金はね今でもねすごく本当にね後に100倍1000倍になってね、えー、僕の付加価値としてついてきたお金あのリターンがあったなって思ってあのそこまたねフランスに行ったらねごちそうするんで一緒にフレンチご飯でもべ行ってほしいなと思うんですけど僕は本当ひろゆきさんに感謝してますでひろゆきさんって、えーとまあ、結構毒も強いし言うこと言うから、まあ、怖い人って思われるかもしれないんですけど例えばねあのこの間ね ひろゆきさんと実は、えー、5000万円のパソコンキャを、ね、寄付したんですよ。5000万円のキャパソコンというか、10人ぐらいの人が、ね、5000万円だったかちょっと分かりません何千万円かのパソコンを、ね、1人500万円ずつ出して、テスタさんとかひろゆきさんとかで、えー、児童養護施設にパソコンプレゼントしたんですよ。いやそれもひろゆきさんがね、えー、と普通さ、出るとかでさ、えー、パソコン5000万円分頼めばいいじゃないですか。でも 一車一車つくもとか出るとか,なんかいろんな、ね、メーカーにひろゆきさんがわざわざ問い合わせてくれて、まあ、いろんなメーカーのパソコン使ってもらった方が可能性広がるからっていう理由なのか分かんないですけどいろんなメーカーのところを寄付したんですよ。 ですよねでもそういう面倒くさい作業も本人がやってくれてで、あのー、なんかいつこれ告知するのかなってもうそれこそ前澤さんみたいになんかフォローリツイートとかやるのかなって思うじゃないですか、まあ、ぼみんなフォロワー欲しく欲しいのもあるんですけどでもひろゆきさん全然告知しないしえこれ普通に告知しないでボランティアだけするのかなと思ったんですよ。もちろんひろゆきさん主導でやってるから、まあ、僕たちも,そのもあんまり言うわけにいかないし、まあ、黙って静観してたんですけどそしたらちゃんと全部配り終わった後にえ普通にこうナチュラルにね 告知したんですよねあねこの瞬間僕この人かっこいいなと思って普通なんかさそういうことやるからフォローしてくれとか何かやるじゃないですかでもそういうこと一切やんないで全部が終わった後にさらっと、ね、告知するってこれって本当のボランティアだと思うしなんか人としてなんかすごいできてる人なんだなって改めて思いましたで僕もそのね寄付に参加できたことはすごく嬉しかったしあなんか僕もいい経験になったなと思いますまあ当然ね僕は両方やってるんですよねその真面目な寄付そういうふうになんだろう見せびらかすような寄付 じゃない今回のパソコンキャンペーンもやりましたし、まあ皆さんご存知の通りフォロワーさんにお金配るからリツイートしてください、フォローしてくださいもやりました。うんね、で、やっぱりやってみて思ったのは、本当の社会貢献っていうのはやっぱその なんだろうなさりげない寄付でですねこれがやっぱ世の中のためになるしそういう方が価値があるんだなって思いましたただやっぱ発信しないとさ知ってもらうことできないじゃないですかだからなかなか難しいんだなって思ったんですけどまあでも本当になんだろう自分たちのそのね自己承認欲求を満たしたいとかあのこうなんか自分たちの場合めにやるんじゃなくて本当に綺麗な寄付っていうのは結構心 心地いいいってだからまあえっ、ー、とまあ毎年できるか分かんないですけど僕もそういうのやっていきたいなって思いますしそういうことを教えてくれたのはひろゆきさんでした。はいうん えビッグボス新庄さんの方で北海道日本ハムが気になります。今は CS 最中のに毎日日ハムの秋季キャンプのニュースが特集されています。北海道出身者としてに、三崎さんも日ハムというよりビッグボスの影響力をおしていますか <coughs> 年俸1億円でもすでに経済効果はすごいと思いますが、いつか北海道でビッグボスターとしてです。本物の,の,の影響力ってあのような現象を指すんですね。すでに野球界を変えていると思います。いや、ほんとね、新庄さんって日本ハムの監督になりましたけど、えものすごく僕、経済効果があると思っていて、えー、となんかあの新庄さん監督にし,した のはえー、新庄さんを監督にした球団はすすごく正解だと思っています、えー、とやっぱり今ヤフーニュースとかでも新庄さんの名前ばーって出てくるしニュースでもあのワイドショーなんかでもずっと新庄さんのことやってるじゃないですかで日本ハムの経済効果って多分本当に年俸1億円の何十倍何百倍もあったと思うんですよだからすごくね、あのーまあ、ビジネスとしては球団経営としてはすごく合理的かついい判断だったんじゃないかなって 思いますあとはね、えー、と実際その実力が伴う、えー、その日本ームンが勝っていって家臣嬢さんの、えー、手腕も認められればなおさらいいんじゃないかなって思うんで僕は同じ北海道として応援してます、はい、ただ本当経済効果すごいですよね経済効果すごいしやっぱりねメディアを動かす力分かってますよね、えー、例えばこう、えー、と記者会見に、ね、赤いスーツで来てみてでなんかさそのなんかのテレビ番組とかは、えー、その心理研究家みたいなのを用意してなんで赤いスーツで来るのかどういう心理効 伺うのかかのみたいなっうこれ結構すごいなと思っていて、えー、と僕ねよく言うんですけど日本って人と同じことをしないといけない人と同じことが正解ですよって教えられてきた、えー、とこうある種こう閉鎖的な国民性があるんですけど真珠さんってその逆なんですよね人と違うことがいい人と違うことをすることが目立つまさに、えー、と僕がねすごくいつも言ってるような人と、えー、違うことをして、えー、すごく差別化できて競争力があって競争力が生まれて、えー、どん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 、えー、周りの ライバルに下げつけます。よっていうことをもう字でやってる人だと思うんですよ。だから、えっ、ー、とまあ、本当に面白いなと思うし、えっ、ー、とああいう人が増えてほしいなって思います。逆に言うと新庄さんみたいな人がたくさんいると個性がすごく分散されるんで目立つことってできないと思うんですけど、日本ってマジでみんな同じことしかやらないし、同じ個性にえなんか収束するんですよ。収束するってどういうことかというとですね。えっ、ー、と人と同じことがいいと思ってるんで合わせるんですよ。 だからちょっと差別化すると、あえね、すごく個性が生まれるんで、えっ、ー、と、あのー、もうこれを見てる皆さんもね、もし成功したいよって方がいれば、ちょっと人と違うことをしてみるっていうのをね、意識してみるとね、いいなと思います。はい。 堀江さんと瀬尾さんのバトルどう思いますかえっ、ー、と、堀江さんと瀬尾さんのバトルどうなんですかね、えー、堀江さんと瀬尾さんっていう人が、瀬尾さんって方がいて、えー、一緒にね、ユニットを組んでたんですよ。ユニットを組んで、僕二人ともお会いしたことあるんですけど、で、えっ、ー、と、ある、昨日、ちょっと前にツイッターで問題になってたんですけど、えー、堀江さんが瀬尾さんに対してブチギレたと。もうとにかくブチギレた。その内容が、ワクチンを打ってねと。 セオさんはワクチンを打ってないから、ワクチンを打たないような非常識なやつとは付き合えねえって言って、あの、喧嘩したらしいです。で、その瞬間、えー、その一緒にやってたアーティスト活動の音源が全部非公開になるっていうね。すげえなと思うんですけど、いやもうすげえなとしか言いようがないですよ。うん、まあだからそれを聞いて、堀江さんってすげえ正直な人なんだなって思いましたね。うん。これ、どっちがいい悪いはないっすよ、正直。 うん、まあでもワクチン打たないからってそんな怒んなくてもいいんじゃないかなと思うんですけどまあ、でも、フォリエさんってすげえ、ね、僕もこの間、ね、コラボさせてもらったんですけどすげえピュアな人だと思うんですよね、うん、だから、もしかしたら勘違いされやすいのかもしれないしなんかなでもなんか少年みたいなところがあるなって思いましたそれいい意味でですね。うん 楽天の三木谷社長は1台であんな大きな会社を作ったのですごいと思いますが、どう思いますか、もうこれ、普通にすごいと思います、はい、1台でね、あそこまで、ね、大きな会社を作るっていうのは、並大抵のものじゃないですよ、本当にすごいと思います、もちろんね、時代もあったと思います、三木谷さんとかね、藤田さんの時っていうのは、えー、とインターネットバブルの絶頂期ですかね、はい、だから時代背景の追い風っていうのも絶対あったんですけど、でも、たくさんの人がね、当時ね、その自流に乗っかろうと思って頑張っていったわけで、その中で生き残ったあそこまで大きな会社を作った人だ 本当にすすごいなと思いな思ます僕も同じことをやれって言われたらねやっぱりなかなかできないし、うんまあ、今,今でもね何だろうな、まあ、あそこまでね社会に対してねコミットできるっていうかなんかサービスを作ろうって思う思想がすごいと思います。 えーと渡部さんがが復活したんですすどう思いますかそう渡部さんねアンジャッシュの渡部さんが、えー、と最近、まあ、テレビ番組かなんかでねアンジャッシュとして、まあ、正式に復活しましたでもこれ僕ツイッターに書いて、まあ、ニュースにもあったんですけど、えー、僕ね渡部さんのことは、まあ、応援します前提として応援してるんですけど渡部さんが復活するにはそれこそ YouTube を立ち上げて、えー、例えば、えー、と全国のか多目的トイレ多目,的多目的トイレに掃除に行ったり すするよううな動画を撮ったたらした方が僕は本当にいいと思うんですこれ別に冗談とか煽ってるわけじゃなくてリアルにいいと思ってて僕が渡部さんだったらですよ <laughs> 全国の多目的トイレに、えーとまあその念を込めて掃除する動画を撮りに行きますで掃除しながら、えー、自分のビジョンとか反省点とかを語って、えー、話をみんなに聞いてもらって、えー、と意識こうなイメージを上書きしないと僕はい、ずっと言われると思うんですよねずっとこの先テレビに出ても「ああの多目的トイレの人だ」って言われるんですよ。 だから、えー、多目的トイレを掃除して歩いた人だってイメージを上書きしないとずっとなんかつきまっとってくるんですよ、そういうイメージって。だから僕はマジでイメージを上書きした方がいいと思ってるしそれぐらい過去の失敗もなんかこう武器にしてネタにするぐらいじゃないと多分復活って本当にできないと思います。はい、なのでのこれギャグとかじゃなくてリアルに僕だったらそうしますね、はい、で渡部さん自体はですねあの僕、実はですね、まあ、向こう覚えてるか分かんないですけど4年前ぐらいかな会ったことあるんですよ。会っったことがあって、まあ、某、ねある 音音楽音楽フェス音楽イスベントでで、ね、ったんですよ多,分多分お互いプライベートで言ってたと思うんですけど、まあ、お互いプライベートで言ってたと思うんですけど、まあ、音楽フェスの VIP のところで会って。 僕 YouTube とかやる前でテレビにちょろっと出てたぐらいなので別にそんなに大した、ね、あの知名度もなかったし、まあ、渡部さんって当時やっぱすごく売れてて勢いがある人だったんでイケイケだったじゃないですかあだからあ渡部さんいるんだなと思って見てたら、えーとね、その後ね渡部さんが、ね、こ,あのこっちに来てです、ね、何を思ったのか分かんないんですけどなんかすごい丁寧に、ね、あの挨拶してくれたんですよ「はじめまして渡部です」みたいな「でなんかいつも見てます」みたいなこと言ってくれて、まあ、多分見てもらうほどそんな出てなかったんであれなんですけど、えー、すごい丁寧に挨拶してくれたんで。 でまあ、僕それしか接点はないんですけど、あのー、まあ本当に、まあ、あ,のまあ,ああいう事件があったからね世間ではどう思われてるか分かんないですけどめちゃくちゃなんかいい人なんだなっていう印象があります。これはもう会、あのー、ああっ,った僕のな主観なんで分かんないですけど、えー、まあそんな付き合いも長いわけじゃないですその時だけしか会ったことないんで分かんないですけど。 いい人だったなってイメージなんで、僕はリアルに復活してほしいなと思ってます。はい。まあ、いい人だったから復活してほしいっていうのももちろんあるんですけど、まあ、やっぱりそのテーマとして一回失敗した人でも日本ってあの復活できるようにし ななななっててししいいいんんんんででですすよみんななんかかか回失敗したら叩かれて死んでいくじゃないですかそういう社会って俺ほんと嫌だなと思っててだって明日はあがみですよみんないつ失敗するか分かんないですよ何があるか分かんないんで僕はね渡、まあ、部さんやったことは悪いことかもしんないし、まあ、僕は評価する立場やないしまあ、いいんですけどネタに変えてね復活してほしいなってほんと心から思ってます、はいまあ、でも多目的トイレでねそういうことをするのはまあ良くないって言うけど、まあ、良くないんですよ良くないし、まあ、僕は別にその多目的トイレでそんなことをしたいとは思うんですけど思わない けどまあでもなんかみんなそういうのさあるじゃんないないっすかまあなんか例えばその高校生の時にさなんか外でとかないですかなんかそういうのあるですよねまあそんな言っても恥ずかしいしもう何年も前なんすけど僕はあったしまあ別にそんな騒ぐほどのことでもまああるねうん多目的トイとはちょっとよちょっと行き過ぎてるけど、まあうん、まあ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 迷いをしとしましょうまあなんで皆さん一つ言いたいのはあの水に流しましょう 水人流そう。っていうことですね。はい。トイレと一緒です。はい。ね、いい話もあって、いい話で言うと、今回いろんなことがあって、皆さんからもたくさんね、えー、たくさん、えー、たくさんメッセージもらいました。本当感謝してます。めちゃくちゃ感謝してますし、えー、YouTuber の人からもたくさんもらいましたね。まあ、タレントさんとかも結構くれました。あの、友人とかね、昔の同僚、仲間からもめちゃくちゃ来ました。で、僕すげえね、なんか、感心したのが これ名前出していいと思うんで、名前だ出すんですけど、武田真治さんっているじゃないですか、芸能人の。<laughs> ヤーマンとかの広告やってる武田真治さんってタレントさんいるんですけど、僕、一回も会ったことないんですよ。でも、美容にかなり気を使ってる方で、ヤーマンかなんかのその美容機器とかのイメージとかやってて、あ,かあの、かなりなんかこう、ちょっと僕よりちょっと世代上なんですけど、あ美に気をつけてる、なんかこう、ナイスガイな方なんだな、ずっと思ってたんですけど、その方からですね、あろうことか、 DM が来て、僕、一回も会ったことないんですよ。はい。DM が来て、えー、あの、騒動があった後に、えー、大丈夫ですかと。やっぱ言われないこと言われるの、ほんと辛いでしょうねと。で、えー、僕でよければ話聞くんで、みたいな感じの文章だったんですけど、いつでも電話してくださいってって、電話番号書いてあったんですよ。僕、それにちょっと感心しちゃって、だって会ったことないんですよ。会ったことがないから、多分人となりもお互いわかんないし、ましては芸能人じゃないですか。で、まあ、大手企業の広告とかやってる人なんで、そんなね、なんだろう、まあ、決して安い人じゃないんですよね。 安いい人じゃないんですよ。でも本人が本わかでわざわざ電話番号書きますだって書けなくないですか、はい、知らない相手にでもタレントさんですよ <laughs> 芸能人ですよ芸能人の方が電話番号を書いていつでも電話くださいって言ってメッセージくれたんですよ僕それめちゃくちゃ嬉しくて、まあ、知ってる人だったらねまだわかるじゃないですか知ってる人でもめちゃくちゃ嬉しいですよでも知らない人がそんなふうに優しい言葉をかけてくれて あ、俺全然捨てたもんじゃねえな人生って思いました。はい。だから、まあ、丁寧にそこからお礼してね、まあ、そのやりとりで終わっちゃったんですけど、いつかね、なんかま、武田信二さんには、まあ、ちょっとこれで、恩じゃないけど、まあ、僕なんかギリ二次をすごい大事にしてるんで、なんかどっかのタイミングでちゃんと面と向かってありがとうって言わせてもらいたいですね。はい。なんか芸能人ってすげえ嫌な奴ばっかなのかなってぶっちゃけ思ってたんですよ。あんまいい思い出なかったんで。でもなんかそういう心ある人、優しい人もいるんだなと思ったら、あすげえ、 心あったかくなりましたね、本当に。はい。武田信玄、さん本当ありがとうございます。ちょっとこの場を借りて、改めて、お礼をね、言いたいと思います。はい。そうなんですよ。うん えー、マッケンユーさんは、えー、どうですかマッケンユーさんはっとわかんないですけど、マッケンユーさんは、で、僕会ったことあるんですよね。マッケンユーの事務所の、なんか事務所なのかななんかマッケンユーのマネジメント管理してる、まあ偉い人がいて、その人と僕仲良くて、その人とたまたま打ち合わせをするときに、会社に、その人の会社に行ったら、マッケンユーがいて挨拶してくれたんですよね。で、その時、まあ一回しか会ったことないんで、その時の印象だと、めちゃくちゃイケメンで、まず顔がちっちゃかったですね。 まあ当然、なんかまあね、イケメンで売ってるから当然だと思うんですけど、あとすごいなんか低姿勢で物腰が柔らかくて、僕はなんか高青年だったなっていう印象しかないです。まあ印象しかないというかそれしかあったことがないんで、それ以上のそれ以下でも何でもないんで、それ何にも知らないっていう感じなんですけど、初対面で一回会った時はすごくなんかこう、いい子だなっていうか、あの、まあいい印象だったなっていう感じです。 米尾さん暴れてるところよく見ますけど、どんな方ですか米尾さんは、えっ、ー、と、僕何回かコラボしましたけど、マジで暴れます。はい。危ないです。ただ、ちゃんと人間として、対一対一の人間として、きちんと礼儀を持って接すれば、ちゃんと話が分かってくれるし、えっ、ー、と、空気も読める人だと僕は思ってます。なんで、えっ、ー、と、お付き合いしてます。ただ、 怒らせると怖いなと思ってるのと、やっぱりこう若い子とかが、じゃあ米を何だろみたいな感じで慣れ慣れしていくと、多分ピキンとくるんでしょうね。そういうなんか危ないスイッチ、押してはいけないスイッチを持ってる人でもあると思ってます。まあ、僕はね、人とね、対応するときは、ちゃんと敬語でね、どんなに年下でも,年下でも話すようにしてますし、まあ、そんな失礼なことをするしたことがないので、まあ、仲良くさせてもらってますけど、はい。あの初見の方は気をつけた方がいいと思います。はい。七森さんと会ったことありますかえー、七森さんと僕会ったこと実はね、 あるんですよ。七森さんと実は会ったことがあって、一年前ぐらいかな。それこそね、飯田とまだそのね、いろいろやってた頃に、飯田がね、七森さんを紹介するっていうことで、西麻布でご飯食べましたね、三人でね。三人で。で、七森さんと飯田がいて、まあ、飯田は、 俺、こういう知り合いもいるんだよって。まあ、本当に確か知り合いだったんで、そこはまあ別に嘘じゃないんですけど、すごいだろうみたいな感じで、ワーダーナさん初めまして、ストップリすごいですねっていう話をしました。まあ、僕の印象は普通にね、物腰がなんか柔らかそうで、すごくいい人だったなっていうイメージなんですけど、あの、なんか目が笑ってなかったですね。目が笑ってないなっていうのはありました。これは悪い意味じゃなくてですよ。だから、かなり、なんだろうな、あのー、すごい、ね、まあ、いい意味で、経営者としていい意味ですげえストイックなんじゃないかなっていう印象を 持ちましたあの目が笑ってない人ってねやっぱりねすごいお金稼ぐんですよねあんまりいい例えじゃないんですけど、うん、そういうかなんだろうなそういうのが僕見てて思います大体お金持ちって目が笑ってないんですよね、うん、やっぱりいろんな世界を見てきてるっていうかという感じでしたはいこれこれさんがね、えーとまあ、取り上げてくれて、まあ、自分のね事務所の社会長のことを言ってたのですいませんそれ,それは僕は何か物申す立場じゃないんであれなんですけどなんか家をね どうやらそのライバーが、えー、更新し忘れただか何だかでこれこれさんが家がなくなってしまうってことで、まあ、これ本当かどうか分かんないですけど困ってるらしいです。はい、でね僕ねなんかたまにこれリスの人から、まあ、これこれさんのこと嫌いなのかどうかうとか言われる時があるんですけどまず整理すると別に僕これこれさん嫌いじゃないんですよむしろリアルにこれ忖度とかじゃなくてす,あのすごいなと思ってます。はい、でえなんでこうなったかっていうと、まあ、ライバーから架空請求を受けてその飯田がなんかわけわかんない弁明をして少しなんか若干個人的に。 ずれちゃった感じのことはあるんですけど、まあそこから別に何にもないし、僕はね。そのまあ、配信やってる身としてこれこれさんのやっぱ配信力はすげえなって思います。これやんないとわかんないと思いますよ。僕配信を最近自分で力入れてやってるんで、これこれさんの配信がいかにすごく準備されてて、なんかこう起点が効くっていうか、これ生じゃないですか？ 生でこういかにこうみんなのことを考えて盛り上げてるかっていうのはなんとなくわかるんであすごいなこの人っていうのは発信者の立場から思うんですよだから別にその嫌いとかじゃないんでそこは誤解しないでくださいとでもし本当に家がなくなるんだったら僕全然青尻ヒルズの,、まあ、あの部屋は余ってるんであのまあしばらく貸してあげてもいいと思ってますマジではいまあでも今余ってるのがねあのヘズマがいた部屋なんで旧ヘズマの部屋なんで多分それは嫌なんじゃないかなと思うんであんまり <laughs> まあ,あまりお勧めできないんですけど、まあ本当に困ってんだったら全然無料で貸してあげてもいいなと思ってるんで、まあ多分そんなに困ってないとは思うんですけど、もし万が一何かあったら言ってくださいっていうことで思ってます。はい。まあ僕もさっきテロップ芸がね、だいぶ慣れてきたんで、でもやっぱね、これこれさんはすごいわ、本当に。ああいうふうにバババババって出していくのすげえと思うの。うん、すごいね。やっぱこれ配信しないとわかんないと思うけど、すごいと思う。 汁、えー、今日初めてこのチャンネルに行きましたきっかけは柴田ですが青汁さんの YouTube することができてよかったですそう柴田さんは僕でも本当に柴田に電話するって声があるんで柴田さんの話をするんですけど柴田さんと僕会ったことないし話したことないんですよで電話番号も知らないし LINE も知らないんで柴田さんに電話することは無理ですはい無理ですはいまあでもあのたまにね柴田の YouTube をあの酒のつまみに見るぐらいのことはしてますね まま、はい、まあまあ面白いですよねねたまには、ねうん、で毎年ね、毎年去年もそうだったんですけどこの時期になると柴田ブームっていうのが来年出て柴田すごいってなるんで,でだん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 半年ぐらいすると下火になっていくみたいなだ半年ぐらいかけて下火になっていくみたいなの,、ね、のルーティンとして繰り返してるんでやっぱ柴田さんでもっすごいですねやっぱ1年に1回でも注目を浴びるっていうのはすごい,すごいことだと思うんで、はい、柴田はまだ売れると思いますかもう柴田は多分まだ売れると思いますよ。はい 柴田は売れると思っていて今回の,その、ねまあまあ、八百長っていう表現が合ってるかはからないんですけどその台本があった騒動でもし最悪の場合格闘技界から柴田さんがじゃあ追放されたとするじゃないですかでも柴田ってあんまり痛くないんだよねえなんでかっていうと結局柴田って本業が格闘家じゃないんですよ あくまで副業とまでは言わないですけど、サブ的に格闘技をやってる、で、たぶ、まあ、おそらくその根本にあるのが、売名のため、話題を作るためにやってる、もちろん一生懸命やってたと思いますけどね、で、その柴田さんが格闘技界から仮に追放されても、別に本業の YouTube をやるだけで、あとは、えー、と話題を何か違う形で作ればいいだけなんで、そんなに痛くないんですよね。 それよりも今こうやって瞬間風速的にみんなが騒いで柴田はトレンドになってましたけどその方がいあいつは美味しいんですよ。美味しいんですよ。彼はね、あの僕会ったことないしあの、まあ、いろんな噂聞くんでそんなね友達になっちゃいけない人種なんだなとは思ってるんですけどやっぱり何年間も YouTuber として残ってる奴らはすごいね百戦錬磨ですよ。だって YouTuber って 去年人気あったやつが今年いなくなってるやつたくさんいるじゃないですか再生取れないやつたくさんいるじゃないですかずっとなんだかんだ言ってこうやって話題になるやつっていうのは結構もう百戦錬磨の、えーとまあ、エリートですよ YouTube で言うと話題作るって大変なんですよね YouTube ってそういう意味では多分このまま活躍できます Yahoo! ニュースとか見てると柴田終わったとか柴田、えー、これでもう YouTube がいなくなるとか言ってるバカがいるんですけど全 そそんなななこといいしし絶対関係ないしそれはむしろもっと勢い増すんじゃないかなって思います結局ね、えー、と話題にならないことが一番の致命傷なんですよ話,な話題にならななないことが一番致命傷なんですよ話題になる限り何とでもね、えーまあ、味付けできるわけですよね彼らはねそれがね仕事なんだよねうんで多分柴田さん、えーとまあ、久保優太を救いたいみたいな動画出してましたけどあれはおそらくですよこれ僕の読みなんですけど事前に用意しました 久保さんが何らかの動画を出すっていうことを多分僕の,僕の配信なのかもしくは予想していて何かしら動画を出すとその返しカウンターでこれを出そうって決めて事前に作ってますねあれじゃないとあの編集、まあ、あ動画を撮るあのなんだろう,こう速度とかも含めるとおかしいんであれは久保さんの動画を見て返したんではなくて、えー、と事前に準備してたのは間違いないと思います、うん、だから作詞ですよねある意味ではい えー、紅白歌合戦は見ましたかはい紅白歌合戦ね見ましたよ紅白歌合戦見ていやマフマフさんってすごいんですねおびっくりしましたあれ紅白って多分 例年は,例年はまあ多分年によって違うんですけど今年は基本的に多分生歌だったと思うんですよ普通こうライブとかって、えー、と音楽を鳴らし流したりとか例えば音楽のうち100%じゃないけど半分じゃこう流したものを使いますとか録音したものを使いましょうとか、えー、結構そういうのが多いんですけど多分今年は「紅白」は基本的に全部生歌だったと思うんですけどまふまふさんはめちゃくちゃ上手でしただって例えばそのまふまふさんとかって名もなき 時代まあ素人の時代から例えばねこうなんだっけニコニコ動画とかで歌い手として活躍してそこからちょっと注目されて YouTube 行ってブレイクしたわけじゃないですか。 要は、ドラゴンボールでいうとなんか天下一武道会をで戦って,勝って勝ち上がってきたもうガチモンの選手だと思うんですよね、実力も含めて、あとその自分の見せ方も含めてそういう人たちと例えば、うう事務所が、ね、作り上げたというか、事務所が成功のレールを敷いてそこに向かって歩かせて作り上げたグループとやっぱ力の差っていうのは当然、やっぱ出ると思うんですよね。 何かこう何十万何百万人いる中から拾い上げて磨かれたダイヤモンドと作られたダイヤモンドの多分違いなんじゃないかなって思うんですよ。 D.J. 社長が真面目な話をするとき、先の手、先の手と見通してすごいなと思います。三崎さんから見て D.J. 社長のそういったスキルは経営をしっかり経験値を積んだら身につけられるものだと思いますか？何とかしてスキルを身につたいと思っています。うんとね、ああいうね、いわゆるこうユーチューバーさんが、えー、大衆向けに説得するときのスキルっていうのは経営能力とはマジで全く関係ないです。むしろ反相反します。どっちかというと、えー、経営者っていうのは合理的に、えー、ロジカルにどん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 物事を突き進めていく能力が大切なんですけど、やっぱりユーチューバーの方。 とかっていうのは大衆の方を感動させる力が必要なんですよまさに DJ 社長とかすごくうまいと思うんですけど自分の価値観を自分のやりたいことをみんなに伝えていかに共感してもらって応援してもらえるかっていうスキルなんですごくまた別物なんですよね。でそれを身につけたいんだったら僕は YouTuber になるしかないと思ってます。そそれぐらい相反するし、えー、と結局そのななんだろうな、えー、ともうも 感情論で、感情で人を動かすみたいな、どっちかというとこうアーティストみたいなエンターテイメント的なスキルが必要なんじゃないかなと思ってます。で、そのスキルは逆に経営でも応用できると思ってます。はい えー、DJ 社長が世界一を目指して本格的に始動しましたコロナが落ち着いたらインドネシアでまたビジネス対談してくださいそうこの間、ね、なんかそういえば社長から電話がかかってきて、えーとね、そう社長と動画撮ったけどまだ出,て出せてない動画があるんですよで、まあ、インドネシアを、ね、本当になんか支援したいみたいなことを言っていて青白人も手伝ってくれっていうんで、まあ、僕もちょっと一部寄付しようかなとは思ってるんですけど、まあ、彼の、ね、すごいですよね。あの も、まあえー、ともとね皆さんご存知の通り日本人向けに動画を作ってたんですけど最近なんかインドネシア語で動画を作っていてインドネシア語で喋る動画を作っていて字幕も日本語で入れてるんですよで、えー、と字幕もインドネシアと日本語で入れてるのかな両方入れてるんですけどこれって結構単純に考えたら労力が2倍かかってめちゃくちゃ大変なんですよねで、まあ、やっぱそういうところが本当に世界進出をするしたいんだしようとしているっていうところがえな、ー ま,れてえー、まあ実際に着実に一歩一歩ずつ踏み出してるなって思いました。 ただその YouTube のアルゴリズム的にどうなのかなっていうのはあるんですけど YouTube ってやっぱそのおすすめされるんですよねおすすめされてえっとその視聴者属性に近いユーザーにこうやってインプレッションされるんですよだから僕の今配信見てくれてる人も普段から僕の動画を見てくれてる人とかえま他の人の配信見てる要は配信が好きなライブ配信が好きな人たちにこうインプレッションされてると思うんですけどえとそういう意味ではえっと日本の人にもインプレッションされながら インドネシア人にもインプレッションされる今2カ国で露出するっていうのはどうなんだろうなって思ってるんですよね。はい、あのなかなかそういうことをチャレンジする人がいないんで、まあ、YouTube です Google さんが受け入れてくれるかどうかに、えー、アルゴリズム的にこう適用できるかどうかにすごい関わってくるんじゃないかなって思うんですけどやっぱりああいうふうに。 ちゃんとこう夢をね実現しようと前向きに踏み出している人はすごい、なんだろうな、見て,てやっぱ自分も頑張らないとなって思うし、それがね彼らの,こうの行動力、そして成功への原動力なのかなと思うんで、これをねああいう動画を見てまあ若い人たち、日本の若者たちも行動することの素晴らしさをまあ知ってもらえたらいいなって僕は一視聴者として思いましたし、自分も行動しようと思います。はい ヘライザーとコラボしてほしい、いい、ヘライザー好きなんですよね、ヘライザーちゃんね、ヘライザーちゃんって知ってるもの、もうす系の YouTuber の、ヘライザーちゃんはさ、今、あれなんだよ、なんか動画が、イエロー、イエローカード2個ついちゃって、今、動画全部消しちゃったよね、あれね、うん。ヘライザーの真似、かわいい。ヘライザー、ヘライザーをもっとちゃんと更新してほしいです僕、ヘライザーの動画を毎日見てるんですよ。 毎日見ててでヘライザーともちろん会ったこともないんですけどなんかヘライザーの動画が大好きなんで見てるんですでも自分は乗りたくねえなって思ってたんですよ自分は乗りたくないなってそしたらこの間のライブとのやり取りで乗っちゃったんではいでもまああんまりあのひどいこと言われなかったんでヘライザーまた好きになりましたはいヘライザー面白いだから更新が遅いんですよねもっと時事ネタ早くやってほしいですよねうん ヘライザーとコラボしてしヘライザーコラボとか多分しないんじゃないですかすするんですか。桜井みくるさんはやっぱすごいですね持ってるなって感じですねはい僕も普段ねあねそんな LINE のするような LINE とかあんまりしないんですけど思わ、えー、ずね LINE 送っちゃいましたもんやっぱかっこよかったっつって、うん、やっぱあそこでね勝ちきれるのがやっぱスターですよね 持ってる人と持ってない人ってやっぱりいるんですよね、世の中で、本当に、えー。これって会社経営でもそうなんですけど、ここが大事だよっていうところに商談決めてくるやつとか、社運をかけたプロジェクトを成功させるやつとか、えー、だただすごく普段は堅調にうまくいくんだけども、大事なところで外すやつとかっているんですよ、でこの僕、その何か、何が違うのかなって、すごく考えて分析するんですけど、やっぱりそれってね,あのね、覚悟だと思うんですよね、覚悟が違うんですよね、背負ってるものっていうか。 うん、やっぱ覚悟を持ってる人は、えー、とやっぱ強いです、はい、僕も、えー、ちょっと畑は違いますけどお金を稼ごうっていう意味ではやっぱすごく覚悟がありましたしだからお金稼げたんだなと思いますだからそういう、ね、トップの人たちがやっぱ人生をかけてやっぱ寝れないって言ってましたよだって。 うん、重圧とプレッシャーで寝れないって見ました朝倉未来さんの最後のインタビュー試合後のインタビュー、えー、やっぱあ,あんな彼でもやっぱ重圧で寝れないって言ってたんでそれぐらいやっぱ覚悟を背負って自分と向き合って自分と戦わないといけないんですよ絶対勝てないんですよねやっぱ勝負って。うん、やっぱ本当にねね、あのーまあ、なんか、ね、著名な方も言ってましたけど最大の敵は自分なんですよ自分をどう超えるかなんですよ、うん、それが僕は成功の方法則だと思うんでなんかすごい自分も頑張ろうっていう気になりましたしやっぱ強かったです。だから 朝倉みくりさんはすごい今年もね伸びるんじゃないですかね。はい、もっともっと大物,大物っていうかなんだろうなすごいえっ、ー、と違うステージに行くんじゃないですかね。はい、普通プレッシャーでやっぱね潰れちゃいますからね。はい。 今、ミクルさんに対してはどう思われてますかいや、ミクルさんに対して、朝倉ミクルさんに対して、いや一言ですげえなと思ってます。はいあの。なんでかっていうと、ブレイキングダウンっていう格闘技のイベントに僕出て、まあ、久保田さんに負けちゃいましたけど、あの、格闘家として常に勝ち続ける、そしてあの格闘技っていうものに対してのプレッシャーって、めちゃくちゃすげえんだなっていうのは、その、ライジンとかの規模ではないけども、学んだんですよ。で、そんなね、世界でずっと、まあ、 うんまあ、たまに負けることもあるのかもしれないけど、まあ、基本的に勝ち続けてきた浅倉未来さんはすげえなって思いましたそれは純粋に思ってます、うん、僕もいつかリングの上で誰かを KO して,みして殴り倒してどんな気持ちになるのかっていうのは味わってみたいなって思うし正直、えー、とこの間のブレイキングダウンでそれをね、えー、味わう予定だったんですけど、まあ、負けちゃいましたねまた、あま、たちょっっと顔を直ってきたんで えー、もう一回出たいなぁと思うんですけど、もうう回出たいなぁと思うんですけど正直、なんだ、こう麻生先生にもう出るなって言われてます、まあ、やっぱり一回、骨折れちゃってるんで、次に何かあった時に、もしかしたらどうなるか分かんないんで、はいあのどうなるか分かんないんですけど、でも、まあでも今後のね、まあ、すぐには難しいかもしれないけど、ある程度落ち着いたら出てもいいかなと思ってます。ははいテンチムさんのバーレスクはどうででししたか楽しかったですかかか楽っす 天智美さんのね天智美さんも,、えー、ともう卒業したけど、まあ、彼女はほら何、えー、でしょうモテフィットの件で、えーとまあ、メーカーといろいろあって、まあ、その4億円ぐらいでしたっけお金を払い終わったということで卒業するってことだったんでバーレスクにね行ってきましたでバーレスクはね思ったよりすごいなんだろうな僕が思ってたより、あのー、すごい なんだろう楽,し楽しかったですねあんまり正直そのバーレスクとかそういうなんか僕もうるさいとかあんま好きじゃないんでそれサパーっていうんですかワイワイしてるとか好きじゃないんで期待してなかったんですけど店長もすげえ頑張っててまあなんかちゃんと、うんあのー、フィナーレっぽいね、まあ、僕行ったのは前日なんで全然と最後の日じゃないん,ないんですけど。 見れたんでかかったです、はい、楽しかったたででですす楽しねでもやっぱすごいですよね。あの本当にあれもおかしな話でえ本来だったらメーカーがお金払うべきなんですよ。メーカーが返金するべきなんですよ。別にあれ天智ムの会社の商品じゃないし天智名がなんかこう、えー、と広告プロモーションをやってたわけじゃないんで。いや少なくとも会社が 少なくともそのモテテビットのメーカーが結構やっちゃいけない広告をやってたりしてたのがたまたま天地チがイメージモデルっていうかイメージモデルをやってたんでえ天チメが悪いみたいないろんなこうなんかこじつきみたいな感じで僕からするとね、えー、悪いってなったんで天地チがお金払うってなったんですけどあれはちょっと正直意味わかんないですね今でもうんあれは本当メーカーが払うべきでそんなこと言ったらさ例えばじゃあ資生堂がさ誰かこうなんかすごい、まあ、誰だ女優マンパッて出てこないけど誰かその女優さんを起用してて 資生堂の商品の広告にちょっとなんか過剰なね、えー、表現とか間違った反応表現があって、えー、戦わかれた時にそなんかそのキャスティングしてるイメージモデルが悪いってなってそ,その人がお金自腹で払ってるようなもんなんですよほんと構図的にはそれがたまたま YouTube とかをやってたりとかその法凶動向とかそういうところを、えー、たまたま発信していたのがうまく紐付づけられてうまくっていうか悪い形で紐付づけられたあだったと思うんですけどまああの普通にこう 法律的には別にテンチムが支払い義務はないですよ。正直とか全くないです。まあ、でもやっぱり法律の世界を超えて法律の範疇を超えて、そのファンの信用っていう意味。では、あのー、まあその。 まあ本当に奇妙な形でね、僕からすると奇妙な形で炎上してしまって、それをこう、払拭するためにお金を払わないといけないっていう、まあ苦渋の選択だったと思うんですけど、まあすごい、まあなんだろう、みんなね、まあ、あの、長く生き残ってる人は一回は炎上してるんですけど、その時の対応が物を言うんだなって僕は正直な感想ですね。あの時ちゃんとお金ね、あの、自分、なんか悪くないのに悪いみたいな、ちゃんと謝ってお金を全部払えたから、あ、すごいねってなったと思うんですけど、まあ、 逆にその法律的には支払う義務ないから、払わないし、メーカーが悪いよって言ってたら叩かれてたと思うし、結構そういうところが、長く生き残ってる人のとすぐ消えちゃう人のこう対応の差な、対応力の差なんだなって、僕は思ったって感じです。はいまあ、でも本当に、まずお疲れ様でしたって言いたいですね、トリプルワークして、大変だったと思うし、4億ってそんなちっちゃい額じゃないからね、うん、すごいなと思いました、はい。立派ですよねね、うん、そこは、ねうん ハルキカイさんのことですか、ハルキカイさんをどう思うか、ハルキカイさんをどう思うかっていうとね、ハルキカイって、なんか TikTok でさ、あのー、今、なんだ、はニャって言って流行ってる人がいるんですけど、僕、昔からね、仲いいんですよ。で、はるきかってかわいそうなことに、なんかうさんくさいっていう人もいるんですよ。逆に言うと、僕のことうさんくさいっていうやつもいまだにいるんですけど、で、春はるきかは、もう仕事のことは僕知らないんですけど、えっとね、本当にいいやつなんですよね、意外と。で僕がねなんかこの人 と仲良くしてもいいかなと思った最初のきっかけが3年前ぐらいの誕生日だったんですけど。 僕、あんまり死ななかったんですよ、春樹会のこと。で、なんかど、どうもなんかちょっと、なんか、トサカみたいな頭してるし、ちょっと怪しいなとは思ってて、そんなに仲良くなかったんですけど、えー、僕、誕生日会があってね、誕生日会でいろんなタレントさんとか芸能人とか来て、お祝いしてくれる会があったんですけど、その時にですね、なんかね、春樹会は呼ばれなかったんですよね、まだそんな仲良くな,ったか,なかったから、そしたらさ、ストーリーでさ、まあ、彼、なんかシャンパン自分で作ったり、デコレーションしてる会社やってたから、僕のシャンパン、デコレーションしたシャンパンを作ってくれたみたいで、呼ばれてもいないのに。でそれストーリー でででげてくれたんですよななかなかそんなことできないじゃないですかあそこいつ結構ほんといいやつなんだなと思ってそこから信用して仲良くするようにしてますだからね、まあ、誤解されてる部分もいいと多いのかもしれないですけど結構ね本当にねなんか人としていい人って僕あんま思わないですけど彼は結構いい人ですよ、うん、ただちょっと頭がなんかとさかんっていうかニワトリみたいな色してるからちょっとそれは良くないと思いますはいでも最近 TikTok バズってるみたいで良かったですね僕もまたなんか春樹会の公演があるらしいんでまたそれ出よう でもちろんきょ友達として協力して出ようと思ってます。やっぱ人を見た目とかでさ、判断するのも嫌だしさ、なんだろうな、その仕事のこととかで、まあ、何やってるかそんな詳しく分かんないし、会社論とかやってるんだと思うんだけど、なんかそういうので判断するようには、えー、なりたくないかなって思ってます。はい。結構いい。ただ、とさかなんだよね。うん。ただから僕、一個だけ張る機会に、一つだけ苦言を呈すんだったら、いつまでその頭続けるのって思ってます。はい。でも、本当にいいやつです。 えー、率直にヨザー翼さんの印象を聞きたいそうヨザー翼さんと、えー、僕ね、えーとまあ、ドバイに行って初めて会ったんですけど、えー、まずヨザー翼さんと僕そうあのクラブハウスで1回お話ししたことがあるんですけど実際人となりはどういう人かって分かんなかったんですよ。 でもやっぱり僕たちの世代だと添津翼さんってあるしこうなんだろう,こう憧れの存在でもあってあるしこうあのなんか、えー、とすごい現実を見たいこういう人でもこういう風になるんだなっていうふうに、まあ、現実に直面したような人の存在でもあってすごく感慨深いものがあったんですけど、えーと 昔のね印象だとすごくなんか強気でもギラギラしていてもうネオヒルズ族だみたいな感じだったんですごいなんだろう,こうちょっと怖い人なのかなと思ったんですけど、えー、初めてお会いして本当にこう物腰が低くてですね、えー、とびっくりしました。 うん、あのびっくりしましたなんか人っていろんなことを経験して大人になっていくと、あのー、こういう風になるんだなってなん,かこうなんかなんだろう,こうある種千人みたいなねすごい人がいい感じで、えー、と僕全然印象が、まあ、もともと印象悪かったわけじゃないんですけど、まあ、より印象が良くなりましたで依澤さんもやっぱり昔ね、まあ、僕もそうだったんですけどすごい世間に叩かれて多分ちょっと疲れちゃってた部分もあると思うんですよね、まあ、だからねえー、と 沢さんも国税局といろいろあったりとかして、まあ、ドバイに行かれるんですけどあれから何年か経って最近ねちょっと僕ね一、まあね、ファンというかね一、まあ、ファンという言い方が正しいですね一ファンとしてですねちょっと嬉しかったのが小沢さんって1年前ぐらいまではツイッターのフォロー フォロー。与沢さんがフォロー。誰かをフォローしてるのってゼロだったんですよ。誰もフォローしなかったんですよ。でも、えっ、ー、と、僕とクラブハウスでお話してくれた時に初めてですね。まあ、僕だったりとか、あと、なんか、池原さんとか何名かのことをフォローしてくれて、なんか、その時見て嬉しかったのが、あ、なんか、いろいろあって、多分、その、なんかね、いろんな人との関わりを、まあ、立ちたい時とかもあったんだろうけど、やっとこう、またね、えー、まあ、日本人というかね、日本の人と、日本人の人と。 え交流してくれるのかなってなんか心少しずつなんか過去のいろいろあったのもいろいろねクリアしてえと心開いてくれてるのかなってまあ僕特別仲良いわけじゃないんであれなんですけど思ってきたんですよね。で最近えとこういうふうにドバイとかに行かしてもらってまあ対談とかさせてもらって普段ん今までだったら絶対受けてなかったんですけどちょっと共通のねある方のご縁もあってえお話し できるようになって、えー、すごいね、なんかいろいろいい意味で、あの、か、あのー、まあ、僕も増えて、いろんな歯車が回っていくんじゃないかなって。 印象がありましたやっぱりどこまで行ってもねあの余沢さんってやっぱりすごく頭のいい方ですし今でもねあのー、まあこれちょっと明日動画出すんでネタバレになっちゃうのあんまり言えないんですけどすごい成功してるんですよ。うん、その話聞くだけでも今若い人たちは、えー、やる気になると思うしなんかエネルギーもらえるんじゃないですかね。で僕はえっ、ー、と余沢さんにすごく会いたかったんですけどなんでかっていうと、えー、僕がねいろいろ捕まったりした時に大体の人は僕のことをたたいたんですよ。 もう本当に叩いたんですよ。まあそれこそなんか動画では出したようなやつもいるし、えっ、ー、とまあ本当にいろんなやつが叩いたんですけど、えー、与沢さんだけがあの人は復活するよって言ってくれたんですよね。でそれがすごく嬉しくて、やっぱりえっ、ー、と一回やられた人ってなんか人のや何だろうこうやられた人の痛みがわかるんですよね。正直、うん。なんかそういうのはすごく嬉しかったですし、まあ、そういうね自分が本当に困ってる人の時のなんか誰かの対応って絶対一生忘れないじゃないですか。 多分皆さんもそうだと思うんですけど、えー、と調子がいい時っていろんな人って来ると思うんですよ。でも、えー、本当に困ってる時ってやっぱり周りも離れていくし助けてくれないししんどいじゃないですか。その時に手を差し伸べてくれた人って、えー、裏切れないですよね。結婚とかもそうだと思うんですけど、えー、と若,く若い時で若い時にお金が全くない時についてきてくれた奥さんは大事にしようみたいなねな話をしてる人とかもたまにいるんですけどまさにその通りでお金持ちになってからだと本当にいい人って分かんないですよ。 だって、えっ、ー、と、お金寄ってくる人もたくさんいるからに、相手の本質ってあんま見に来にくいんですよ。だからそ、それも、まあ、なんで今回の転落もそうなんですけど、本当に転落してるときに手を差し伸べてくれた人は信用できるし、人間として心が持ってる人、人間として心を持ってるんだなって、ちゃんとした心を持ってるなと思いました。はい。で、あの、ヨザさんの動画もすごい再生回ってるしあの、高評価も結構ついてるし、良かったですね。はい。いや僕、本当、与沢さん好きなんでね、えっ、ー、と、お会いできてよかったです。はい。率直に良かったなと思います。 えー、ラファエルさんが動画を100本以上削除しました。王子は何か聞いていますかラファエルさん、そう、最近ね、えっ、ー、と、なんか、ヘビに襲われたかなんかみたいな動画を出して、えー、それが YouTube の規約違反かなんかになって、動画が消えたらしいんですよ。 で、その後、ラファエルさんは、YouTube さんごめんなさいみたいな動画を出して、自分の動画を100本以上消したらしいです。で、えー、多分、なんで消したかっていうと、まあ、おそらく、規約違反とかになってっ、あの、バンされることを防ぐためなんじゃないかなと、えー、思います。はい。なんか、ラファエルさんって昔一回バンされて、一体目に会ってるんで、多分そういう、えー、危機回避能力っていうのは多分めちゃくちゃ高い方なんですよ。で、このまま、えー、まあ、また YouTube に狙われたなと。 こういう動画をやってるとまたバンされるなっていうことを察知してそういうふうに消したんじゃないかなと思いますラフ,ァエルのラファエルさんの社員が全員辞めたことについて一言お願いします。本当なのそれラファエルさんの社員が全員辞めたっていう風にニュースに見てたんですけどラファエルさんの社員全員辞めるなんて本当ですかねなんかある意味ネタ,にネタ作りの一環なんじゃないかなって僕見てたんですけどすみませんあんまりそんな詳しくないんですけど本当ですか、はい、本当だっったらちょっとかわいいすよねはい でも、ラファエルさんに今、ついていきたいなって人、たくさんいると思うんで、まあ、全然ね、いくらでも人集まるじゃないですか。うん。勘違いだったのあ、そうなんで勘違いだったんですね。えー、そうなんですね。嘘でした。はい、嘘でした。やっぱり嘘ですね。はい、まあ、ネタですね。はい。 高橋さんはね、あのー、高橋さんとのちょっとエピソードもせっかくなんで話すと、最初、僕、高橋さんと結構険悪だったんですよ、まあ、見てる人は見てると思うんですけど、えー、僕、ガーシーさんにお聞け、ガーシーっていう動画を出して、まあ、ちょっとエールを送った時きに、まあ、高橋さんから、青、え、汁、ー、そんなこと言うんだったらドバイ来いよと、賛否両論の、ね、番組がなくなって、今、まあ、行けなくなったんですけど、1人でも来いよと、じゃないと筋取んねえだろうみたいなことを言われたんですけど、僕、その時点で正直、もう行くこと決めてたんですよね。 で予定の調整をしてたんですよ。でうん、正直、ガイアじゃないですか、僕からしたら高橋さんって知らなかったし、で外野の高橋さんが、何言ってんだこいつみたいなぐらい思って、ちょっとツイッターで若干バトったんですよ、でもいざ行ってみると、なんかあの、やっぱ会うことってすげえ大事だなって今回、俺、思って、今回やっぱ会うことって超大事だなと思って、行ってみると、やっぱあのすごく気さくな人で、まあ、礼儀正しくていい人で。 ちょっとこいいろいろすみませんでしたってお互い謝ってでコラボさせてもらったんですけどその動画がだってもう1日50万再生ってのめちゃくちゃ伸びてるわけですからやっぱ人って会わんとわからんねネットで知らないで名前,も、まあ、名前は知ってましたけど顔も知らない状態でなんかもう毛嫌いするんじゃなくてちゃんと腹がって話さんと人って分かんないなと思ったんで僕は本当高橋さんとこう出会えてよかったしコラボできてよかったし最初のきっかけは多分お互いすごいあんまいい感じじゃなくて。まあ ね、まああの、け、まあちょっと倹約な感じで、正約ちょっとどころじゃねえな、かなり倹約だったんですけど、結果的に良かったと思うので、高橋さんありがとうございます。はい。高橋さんのね、チャンネルの方でも、僕の、との対談の後半、後半は高橋さんのチャンネルも流してるんで、皆さん見てない人がいたらね、高橋さんのチャンネルも見てあげてください。はい。結構面白い内容になってます。やっぱね、合わんと分からないのね、本当に。うん。合わんと分からんと思います。はい。なんかボタンのやっぱ、掛け違いっていうか、えっ、ー、と、お互いこう、ね、 ボタンの掛け違いっていうのね掛け違いっていうのかボタンの掛け違いで誤解する部分ってやっぱ人って絶対あると思うんですよはいそれはよかったと思いますはい、えー、ワンオクタカが炎上していますその件もどう思いますかあ、これはね僕ちょっと言いたいことがあって、えー、サンワンソニックかなんかのライブで、えー、ワンオクのタカさんが出禁、えー、覚悟で騒いでこうみたいな感じで視聴者を視聴者っていうかもう観客の方を煽ったらしいんですよえー、多分そのタカさんは観客を盛り上げようと思ってリップサービスって言った だと思うんですけどこの発言が今めちゃくちゃすごく叩かれてて結局今コロナ世間はコロナで大変なのにコロナ感染を軽んじてるんじゃないかということで、まあ、大,大なのかわからないど炎上してます。でよく比較されてるのが同じライブで出たラルクのハイドさんラルクのハイドさんはコロナが不安な人もいるのにその人の隣で騒ぐのがダサいみたいな発言をしてかっこいいねみたいになってたんですけど僕はね正直ワンオクのタカさんは逆に。 称えられるべきだと思います、はい、だってさ、そもそもさ、ロックだよ。ロックのライブに来てさ、えー、もうなんかそのコロナなんてぶっ飛ばそうぜみたいなこと言ったら、別にロックだからよくねみたいな。えー、なのために来てんのって話じゃないですか。これがさ、なんかもっと違う、j p o p とかだったらまだわかるけど、ロックってそういうの求めてきてんじゃないのみたいな。うん、で、今、世界的に見ても、今、僕、今日 Twitter とかにもあげましたけど、ヨーロッパ、誰もマスクしないですよ。 アフリカなんて1人もしてなかったしヨーロッパもほぼ街歩つててマスクしてる人探す方が難しいからしてません今世界的にはマスクなんてマジで誰もしてない、はい、で今海外のアーティストとかは軒並みね今そのイベントとかでステージ上でめちゃくちゃおってもうコロナのことなんて忘れてますよみんなコロナ前の状態に戻ってるんですよ 海外のアーティストのパフォーマンスってもうどんどん,どん,どんもう元に戻って、えー、コロナ前以上にこう元気にしようってことでめっちゃ今、パフォーマンスして世界的にもすごい盛り上がってます、うんうん、う全然叩かれることじゃないと思うしワークのたくさん頑張ってほしいなって思います、はい、それ足引っ張るやつたくさんいますよやっぱ目立ったりするし目立ったりして発信すると何かしたら叩きたいやつっていっぱいあると思うんですけども,もう気にしないで頑張ってほしいですねマジでマスクもいい加減やめろって話だし はい、でちなみに僕、1億の高谷さんと会ったこと、ね、1回だけあってあんまり別に面識はないんですけどこの間、ね、ちょうど1ヶ月、2ヶ月前に西麻布か麻布十番のお寿司屋さんでご、えー、飯食べてたんですよカウンターでそしたら、ねえーとまあ、奥の方にテーブルの個室がある個室がある、えー、お寿司屋さんだったんですけど、えー、なんかいきなり高カさんが来て、えー、となんか挨拶してくれていつも見てます、応援してますみたいなこと言ってくれて。あ なんだ礼儀正しくてすごい好青年だなと思いました、まあ、それぐらいでちょっとちょっとだけ挨拶したぐらいなんで別にあんま知らないんですけど、はい、別になんかそういうことがあったからこう言ってるんじゃなくてもう僕は純粋になんかこう日本のねああいうこう村社会じゃないけど出る句が打つ置きに行く発言が正しいみたいなもうしょうもねえ文化が嫌いなんでそういうことやってから日本をれてんだよって思ってるんではい全然ゴンガん盛り上げてほしいなと思います忖度したくないですからねはい 今まで芸能人で逆に感じのいい人はいましたかえっ、ー、とね、今まで芸能人で感じがいい人は、ま、あ何人かいい人だなって思う人はいたんですけど、えー、僕が今でも記憶に残っているのは、えっ、ー、と、AKB のね、あの子ですね、えぇ、ー、峯岸みなみちゃんですね。峯岸みなみちゃん、ん今東海オンエアの哲也、哲也さんと付き合ってるらしいんですけど、えー、僕もね、もう何年も前の話なんですけど、五六年前に、えっ、ー、と、まあ、あ そういうプライベートな関係ってそういう変な関係は全くないんですけど、えー、まあ共通の知人を通して何回かお会いしたことがあります。で、まあ、みねしみなみちゃんがめちゃくちゃいい子だなと思ったのは、普通芸能人ってある程度こうなんか知られてる人同士、要は芸能人と芸能人同士だったらうまくコミュニケーションを取るんですよ。 うまくコミュニケーションをとって顔色を伺うんですけど、スタッフとか、その芸能人の友達とか、そういうなんだろう、知名度がない人が来た時に結構本性が出て、すげえ冷たくあしらったりとか、えー、もう目を見て話さなかったりとか、結構露骨に出る人が多いです。 でも、峯岸みなみちゃんは当時の僕のうちのスタッフにもめちゃくちゃ丁寧に対応してくれて、まあ、その後なんかプライベートでも、まあ女の子なんですけど、女のうちのなんかスタッフがいたんですけど、女性のスタッフがとご飯行ってくれたりとか、えー、まあ僕だけじゃなくて、僕の周りの人たちにもよくしてくれたなっていう印象があります。えー、なので別にそのと利害関係とか全くなくても、分け隔たりなく、素人、一般人でも分け隔たりなく付き合って、えー、ちゃんと人として接してくれるいい子なんだなって思ったことがあります。まあそ からね、まあ、いろんなことがあってもう最近、全然疎遠になっちゃって、まあ、しばらくしてななんんかかこうなんか熱愛みたいなのこの間ニュースで出て,てあびっくりしたなって感じなんでもう何年も会ってないんで、まあ、画面越しでしか見てないんですけど、まあ、あの子は僕は本当にああのかあのか画面越しと変わらないい峯岸みなみが結婚しました結婚するのそうなのおめでとう、これ超嬉しいわ。これさ前の配信でも言ったけど 峯岸みなみちゃんと昔はね昔は捕まる前ですよ捕まる前とかねみんなでご飯行ったりとかしてたんですよで本当にね俺の僕の一般人の友達とかにもすごく優しくしてくれて気配りもできる子で、うん、芸能人ってすげえ性格悪いなってイメージやっぱあったんですけどまあ人によるんですけどねでも彼女はすごく性格良くてめちゃくちゃいい子だったんですよでそこからまあやっぱ脱税事件があってからは、まあ、一応彼女もアイドルだったじゃないですかだからまあ近づくのも悪いしなんかまあ なんやね書けたくないからってことで全然疎遠になっちゃってたんですけどこないださそれで峯岸みなみの話をされて配信で言ったら切り抜きでなんか回ったみたいで、まあ、結構本当に僕は彼女はすごくいい人だいい子だなと思ってるからいい子と言ったら久しぶりに LINE が来てあの、ね「取り上げてくれてありがとう」みたいなことを送ってきたんですよ普通なかなかさそんなさなんかマネージャーから聞いたらしいんだけどマネージャーから聞いて取り上げてくれてありがとうって言われて「 連絡挨拶しなないいじゃないですかやっぱり改めていい子なんだなと思ってまあでもね今その彼氏がいてなんか熱愛がなったらってやってたから、まあ、まあありがとうぐらいの連絡で、まあ、そっから何もないんですけど、うん、まあでも結婚してくれてなんか良かったですね、うん、ああいう子は幸せになってほしいなって思うんだよねうん本当にちょっといきさつを話すとえっ、ー、とねまあ <laughs> えと数日前にですね、えー、と飛鳥ララさんに、えー、キララさんに呼ばれてですね、えー、とある六本木のねバーに行ったんですよ でまあ、いつも通り飲むのかなと思って、まあ、よくたまに飲んだりするんでそしたらもうびっくりしたんですけどもうびっくりしたんですけどなんとあの明石家さんまさんがいたんですよ明石家さんまさんがもうびっくりっすよでそこでそからまあレペゼンのメンバーとかヒカルさんとかも来てえみんなで飲んだんですけど、えーまあ、さんまさんといろ色い々話を聞いてでもうとにかくね第一印象は めちゃくちゃ面白かった、マジで。俺、びっくりしたのが、普通芸能人の人とか、まあえー、と YouTuber もそうなんですけど、えー、プライベートで会うと、結構面白くない人多いんですよ。お笑い芸人、面白くないとか言う人いるじゃないですか。でも実際、あれは本当で、テレビの前とか、画面の前だから、えー、キャラクター作って喋れるけど、プライベートはネクラだったりとか、全然喋れないやつって結構多いんですよ。えー、でも、さんまさんは、本当に画面の中のさんまさんのそのままでした。 ずっと喋ってるし、その人ひとつ1つ面白いんですよ。面白いんですよ。で、まああのまあ僕たちみたいなね。えっ、ー、とまユーチューバーみたいな人たちにもめちゃくちゃ優しいしまあ、一般の人とかもいたんですけど、すごい。もう訳へたりなんか話しててえ、さんまさんとなんか一緒に肩組んでなんか飲んでるね。そのなんか男の子とかねいたりとかして意気投合してすげえ。なんかあのイメージとイメージと違いましたね。 芸能界の御所ってさ、えー、となんかすごいこう、なんだろう、まあ、ある意味で偉そうとか,いうか、まあ、偉いかもしれないんだけど、偉そうにしてたりとか、なんかこう、全然一般人とかに興味もないし、喋、えー、りたくないよって人が多いのかなと思ったんですけど、さんまさんは違ったんで、えー、僕は本当に感動しました、マジで、ジで感動しましたでまた、あ、ずっとね、さんま御殿とか見てたんで、えー、こんなところで、まあ、あの会,う会うことがあるのかと。 会う日が来るななんて思わなかったですねで偶然って本当にすごいなぁと思いましたマジで、うん、偶然って本当すごいなぁと思ってて YouTube どう思ってますかって聞いたらやっぱさんまさん言ってたのはもう you YouTube は敵だと YouTube は敵だけどえっ、ー、とやっぱりあの YouTube は敵だしテレビを盛り上げたいと俺は死ぬまでテレビをずっと盛り上げていきたいって。 言ってて、やっぱ一貫性があって、えー、ブレない人なんだなと思ったんですけどひかるさんに対してねひかるさんとまあ3人で、ね、あの最後の方飲んでたんですけど「あの君たちみたいなのがあのこれからの時代変えるんやで」って言って。 光さんの方パンって叩いてて、俺それ見てなんかすげえ嬉しかったんですよね。僕はね、あのまあ光さんのチャンネルに取り上げてもらったから YouTube 伸びたりしてて、これ結構本当に感謝してるんですよ。なんか光さんの影響力をちょっとね、使,使,使わせてもらっての伸びた部分ってやっぱりあるし、えー、光チャンネルから入ってきたよって人結構やっぱ多いんです。今も多分多いと思うんですよ。 でそのまあ、僕からするとあの同世代の,の YouTuber としての、まあ、トップだと思ってるんですよね本当にすごいなと思ってるしやっぱストイックだなのと思ってるし、うん、でそのそういうひかるさんと、えー、芸能界のトップの赤嶋さんさんがこう話してる時に僕は客観的になんかすげえ嬉しかったんですよね、うん、こ,れこれでやっとこうテレビと YouTube の、えー、壁が少しなくなるんじゃないかなって、うん、で、まあ、写真とか撮らせてもらって、えー、写,真写真上げていいよって言ってくれて普通なかなか上げていいって言わないじゃないですか 多分写真あげたりするの NG なんだろうなと思ったんですけどもう全然ええでって言ってくれてで、まあ、さんまさんじゃあコラボしてくださいよってやっぱ言うじゃないですかそしたらやっぱもう俺はもうテレビしかやらないて言ってたんで多分さんまさんが YouTube に出てくることは多分ないと思うんですけど、まあ、それでも動くんじゃないかなと思いますよね、うん、時代って変わりましたよね時代って変わったよな本当に、うん、でさそれで,で、まあ、いざ、えー、の結構飲んでシャンパンとかワインとか結構飲んだんですけどで会見になるじゃないですか で、僕もね、まあ、一応ね、まあ、それなりにお金を持ってる立場なんで、お金払おうかなと思ったら、ええで、ええー、で,でって言ってくれて。で、結構ですよ。まあ、金額は言わないですけど、結構びっくりするような金額をごちそうしてくれました。本当だから、えー、なんだろうな、えー、なんかもう本当ごちそうさまでしたしか言いようがないですよね。えー、ごちそうしてもらえんのみたいな。ま、だお金払ってても一緒に飲みたい人なんで、えー、でもごちそうしてもらって。めちゃくちゃ良かったです。めっちゃいい経験できました。ありがとうございました。さんばさん、ごちそうさまでした。 いや良かったな,、うん、なんか人生って何があるか分からんね、マジで。とりあえずもやっぱ、それをつないでくれたアスカキララさんに感謝ですね、はい、やっぱキララさんはすごいですね、キララさんはやっぱ力持ってますよ。はい